下山孝博は青森県出身のバスケットボール選手である。ポジションはパワーフォワード。身長192センチメートル、体重92キログラム。金沢武士団に所属している青森県弘前市出身。幼少期には水泳をやっていたが母の勧めもあってバスケに転校。青森県立八の辺西高等学校から関東学院大学へ進み。 4年次で迎えた2013年10月20日の2部リーグ戦では、神奈川大学を相手に10得点を挙げた。2014年に大学を卒業した後、BJ リーグ、青森ワッツの練習生となる。BJ リーグ2014から15シーズン開幕を控えた2014年8月には、選手契約を結び、正式な選手となった。このシーズン、下山は、 レギュラーシーズン52試合中19試合に出場した。BJ リーグ2015から16シーズンも青森と契約し、15試合に出場した。BJ リーグと NBL が再編され B リーグとなった2016から17シーズンも青森との契約を継続した下山は34試合に出場。10月16日のパスラボ山形ワイバンズ戦で、 初めて先発起用されるなど、このシーズンは8試合の先発出場もあった。2017から18シーズン、引き続きは大森の選手となった下山だったが、2018年2月18日の試合後の発言がもとで、クラブから禁慎処分を受けてしまう。以後シーズン終了までベンチ入りできず、出場試合数は前のシーズンより少ない27試合に止まった。 シーズン終了後、契約満了をもって、下山は退団することになった。2018年6月、2018から19、シーズンにより、B1 リーグに昇格する、秋田農山ハッピネッツへの移籍が発表された。秋田では1シーズンプレーした後、2019年7月、岩手ビッグブルズへ移籍。ありがとうございます。